สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้นะฮะเราก็อยู่กับคลิปการตามหาไอเทมพิเศษชิ้นหนึ่งนะครับโดยที่ไอเทมชิ้นนี้นะครับจะมีชื่อว่าเงาสะท้อนของดวงนาวดพันธ์ครับตรงส่วนของไอเทมนี้เป็นไอเทมแต่งเซเนเรพอร์ตนะครับเป็นแบบภายนอกนะครับอันนี้ผมอยู่ภายนอกนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยวิธีการได้มาของเขาเนี่ยครับค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อยตรงที่เราจำเป็นจะต้องไปเล่นเควสระดับตำนานในพาร์ทของแฮงเอาท์ตัวละครเลล่านะครับอันนี้นะคุยกันก่อนเผื่อผู้เล่นใหม่นะครับการเล่นเควสพรุ่งนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับกุญแจสีม่วงอันนี้ซึ่งกุญแจจะได้รับจากการที่เราทำคำขอประจำวันทั้งหมดด้วยกัน8ครั้ง8เควสนะฮะ8เควสนะถึงจะได้1ดอกนะครับแฮงเอาท์มักจะใช้ไม่เกิน 1-2 ดอกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะพอดีมันกดปลดมาหมดแล้วนะครับตรงส่วนของเลล่าเนี่ยครับเวลาเราเล่นแฮงเอาท์เนี่ยมันจะมีไดล็อกให้ตอบซึ่งมีหลายลูทพอสมควรนะครับตรงนี้จะมีด้วยกัน6ลูทแต่เห็นว่าลูทที่ได้ของชิ้นนี้เนี่ยมีแค่2อันซึ่งผมเจอหนึ่งในนั้นนะครับก็จะเลือกมาเป็นชิ้นนี้นะครับที่ในรูปนี้นะฮะเอามาเป็นสำหรับในการที่จะทำไกด์คลิปนี้ต่อจากนี้นะครับแน่นอนสปอยเลอร์เลิร์ทนะครับถ้าใครอยากเล่นเองนะครับให้ทำการลองดูก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครติดแล้วเสร็จปุ๊บอยากได้ไอเทมชิ้นนี้แบบเร็วๆนะครับให้ดูต่อนะครับอันนี้ผมจะทิ้งฟู้ดเพจยาวๆให้เลยเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะหลังจากนี้ไปก็จะเป็นเควสแฮงเอาท์แล้วนะแล้วเจอกันใหม่ล่ะ あなただったんだ。ごめん。今は本当は知恵の伝道で資料を調べようと思ってたけど、読めば読むほど自分の論文には不足しているところが多いって気づいちゃった。もう書稿を書き終えてなきゃいけん。今は私って早めに先生に打ち明けて、他の同級生に力を入れてもらうよう説得しよう。実を言うと眠くて集中できない。周りの同級生を見ると助けてくれる人がいはあ、ちょっとおかしな話かもしれないけど、それが何者なのかわからないの。人間かどうかすら私には確信がないんだ。いつも寝不足だから緊張し、うん。宿題も時間ど、それに、お花の水やりとか、どういうことかわからないけど、一応、この現象を、星空の祝福って呼んでるんだ。お星様が、研究を頑張ったご褒美、はぁ、あ。一歩一歩、着実、いけない。おしゃ、はぁ、あ。それは、物事には優先順位があるし、円錐は金貨を救わずって言うでしょ。ごめん、言い訳。でも知恵の洗礼はと、助けが必要な時は質問を書き留めればしばらくすると返信が返ってくるんだ。うん、誰も返答が来るかどうかは、でも今は助けてくれることを願うしか。あれは今回も来てく、他の伝説を。でもこれからどうすれば。休む。締め切りが迫ってきてるのに休むなんて贅沢すぎない？うん、一理ある。じゃあどうやって休めばいい？いいね。こい、ここにしましょう。コーヒーとお菓子を注文するね。
思考を促進してくれるから。あ、いやいや、休憩しに来たんだし、考え事は。あれ？レイラじゃない。え？レイラの同級生よ。見かけたから挨拶しようと思って。苦労してやっと目の前の論文を提出したから、みんなとここで打ち上げをしようって約束して。レイラはその余裕って感じの顔からするともうとっくに完成させたんでしょ。私はいつもそう言って締め切り前に提出してるじゃない。しかも細かいところまでできない、わからない、焦ってるなんて言うけど、全然そんなことないよね。それは私はこの子ったら全然協調性がないのよ。手伝ってもくれないし、毎回呼んであげてもなんか調子の悪そうな顔してさ。いつもあんな顔されてたら誰だって不愉快でしょ。この子がいないと論文が完成しないわけでもないしね。もうやめて、ごめんなさい。まあいいわ、あんたがそう思ってるなら。助けてくれてありがとう。みんなを手伝いたいけど、うん、こういうのは同級生でもいつも誤解されてるけど、どうし、あなたみたいに話しかけてくれる人は。え？何のこと？確かにその通りだよ。私、生まれつき緊張すればするほど環境、正面から立ち向かう？あ、うん、うん、理論的な部分はほぼ完成してる。今はまだ一番の鍵になる、それから論文の答弁の。え？あの、ありがとう。あなたっていい。よし、まずは観測の実験だね。計画は数日前から立ててたの。恐竜館からプラネタリウムも借りたんだよ。でも結局返す日まで毎日ずっと雨で、プラネタリウムと実際の星空を照らし合わせることができなかったんだ。あのプラネタリウムを待ってる人はたくさんいるから、返す期日を延ばすわけにもいかなくて。もう一、だから、観測はずっと今まで放置してたんだ。うん。あれは高精度の研究用プラネタリウムなの。え？冒険者協会？一理あるね。運試しに、星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。ご用件は何でしょうか。あの依頼は、そうなの。教練院では機材が不足していて、先生術には詳しくありませんのでお探しですが、依頼人の中に確か先生術愛好家の方が一人いらっしゃいました。彼は冒険者協会の協力に助けられたということで、冒険者たちのお願いであれば可能な限りお手伝いいただけるとのことでした。ですのでご紹介という形。本当に？どういたしまして。冒険者をサポートするのが私のお仕事ですから。彼の名前はアザム、住所はこちらになります。直接彼を訪ねてみるといいでしょう。
こんにちは。そうだ。なるほど。状況は理解した。冒険者の願いなら喜んで手伝おう。ちょうどそんな設備があるから持ってくる。そうです。これです。ありがとうございます。すみません。まだ話の途中なのに、つい…君の雰囲気、それに精神状態を見る限り…それは…私は普段から星を見ることを趣味にしている。これらの設備は大金と時間をかけて集めてきたものだ。だからこそ貸すとなるとそう安易には渡せないんだ。機械は精密なものだ。使い方…それはおっしゃる通りです。こうしよう。保証金はいらない。その代わり君がうまく対応できればこの機械を貸そう。研究内容の共有。わかった。やってみるよ。具体的な内容までは言えないんですが。ああ、それでいい。では、先生術師というのは、通常、天体の運行から過去と未来を演算して、その規律をまとめるもの、ということはご存知ですよね。ああ、もちろんだ。最も基礎的な原理だからな。それで、私が今研究しているのは、星の変異という現象なの。面白いな。これは一般人から出てくる概念ではないぞ。言いたいことは大体わかったが、もっと詳しい説明が聞きたい。はい。簡単に言えば、時間が推移するにつれ星も変化しますから。思うに、ただの自然の法則。規則的な変化なら法則で説明がつきます。最も簡単な単一の星の軌道変異問題から今取り組んでいるのは、3つの軌道における変異を研究。よ、3つの軌道を君一人でか。ええ。星が1つ増えるだけで演算に必要な作業は10倍以上に増えるんだぞ。確かに複雑にはなりますが、自分なりに模索したコツと大量の繊維表や製図の資料をうまく使えばできます。だからこそ高精度のプラネタリウムを借りたいんです。いいだろう。人は見かけによらずだな。課題を出すために適当にやっているのかと思っていたが。私ってそんなにだらしなく見えるんでしょうか。冗談だ。気にしないでくれ。最初は警戒していたが、今はもう全く心配していない。私のコレクションが学者のためになり、意義のある成果を実らせることができるなら、喜んで手伝わせてもらおう。使い終わったら返してくれればいい。ありがとうございます。本当に助かりました。よかった。アサムさんが話しやすい人で。そう？やりたいことをちょっと説明しただけだよ。本当に？そんなこと言われた。頑張りさえすれば、どんなに難しい機会があるから。記録と次の予定は論文の答弁の。よし。急がなくてもいいのよ。
ここの雰囲気が一番だね。声を抑えましょう。ちょっと説明するね。答弁をするときは理論的には、でも毎回指導教員に見られる。だから人前でちゃんと意見を言えるように練習したいの。うん、さっきので論文の内容について少しだけ理解できたでしょ。うまくできなくても大丈夫。よし。はい、今回の研究の方向性は、3ページ目の、ごめん、明らかに。その中に変異、3つの軌道の変異の演算法則は、変異の大きな星は、回答は以上です。ふぅ、もっと練習しないと。いつも慌てちゃって、想定外の人、本当に騙してるんじゃないよね。そう言われると、こういう練習も役に立つのかも。いつの間にか、本当に問題が、つまり。よかった。ごめん、興奮しちゃった。でも、本当に嬉しいよ。なんて言うのかな。嬉しいけど、結局、星空の祝福のことはわからない。そう思うと、ちょっとそんなの、機会があれば、多分、そんな感情、あなたが私を助けてくれたように、私、そうだといいな。今のは、